東京湾でタンカーが次々と爆発炎上する事故が相次いだ。家督隊は現場一帯の調査に乗り出し、そこで異形の怪物と遭遇する。家督隊が捜査を進める中、整備所を狙ってテスターが姿を現した。ウルトラマンはカラータイマーが消えてしまうと、再び地球上で活動する力を失ってしまうのである。Shit!